どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、とうとう SBI 証券のクレカ積み立てポイント付与率発表へということで、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、皆さんがね、待ち望んでいた SBI 証券のクレカ積み立てのポイント付与率が発表されました。またね、条件も前回ね、つきますみたいな話がね、あの、公式サイトにあったわけなんですけれども、こちらもね、発表ということで、 先にね、言っておきますけれども、悪くなります。まあ、これはね、私はもう予想しておりまして、まあ、今現時点ね、ちょっとありえなかったですよね。えー、投資賃貸がね、5万円まで5%で買えて、しかもね、今の現状の制度だと、ポイントだけ取って、あの、投資に売却すればね、ポイントだけ取れてしまうみたいな、まあ、そんな状況が続いておりまして、まあ、これがね、かなり長期間利用することができていただけでもね、まあ、かなり個人的には、まあ、良かったのではないのかな、なんていうふうに思いますので、 気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、こちら公式サイトになっておりまして、三井住友カード積立投資サービス内容改定のお知らせということで、こちらね、公式サイトで発表されております。この度、三井住友カード積立投資サービス内容以下の通り改定していたしますので、ご案内申し上げますということで、改定内容ですね、まあ、前回ね、発表がありました通り、SBI 証券のクレカ積立、三井住友カードのね、クレカ積立は5万円からね、10万円が引き上げが発表されて、 おりますで、ポイント付与率。まあ、こちらがね、分、えー、かんなかったわけなんですけども、2024年9月10日、えー、積立締め切り分、2020年10月1日買い付け分までは、えー、三井住友カード積立投資、クレカ上限額、えー、10万円引き上げ記念キャンペーンということで、えー、10万円までね、引き上げるわけなんですけども、こちらのキャンペーンとして、9月10日、えー、10月1日買い付け分まで、10万円に、えー、対して、えー、これまでと同様最大5%を付与いたしますということで でプラチナプリファードで5%還元で、ね、無条件で利用することができるわけなんですけども、2024年9月の10日、10月1日買い付け分までは10万円が5%還元で利用することができるっていう風になるんですよね。こちらは非常に朗報ですよね。今5万円でマックス積み立てている方はそのままね10万円まで引き上げていただければ月5000ポイントがねもらえてしまうっていう風になりますんで。 これがね、まあ今3月ですので、あと約半年ぐらいですかね。まあこちらがね、え利用することができるっていうふうになりますのでえ、こちらはね、本当にいいですよね。えぜひね、あの、プラチナプリファードこの期間だけでも撮りたいっていう方は、オリーブの方はですね、初年度年会費無料キャンペーンやっておりますので、まあこれだけ取りに来るっていうのも、まあありなのではないのかなと。 思います。まあ、普通の三井住友プラチナプリファードでね、まあ、ずっと使っていきたいっていう方は、まあ、いいと思うんですけども、まあ、それだけでもね、えー、初年度年会費無料なんでね、5%だけ取りに行くっていうのもね、全然ありだと思います。一応ね、あの、オリーブ紹介キャンペーンやっておりますんで、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、そちらを使って、1000V ポイントかな、プラスでもらえますんでね、えー、ぜひ利用してください。で、えー、またですね、なお、2020年10月10日、11月1日以降の、積み立て分に関しては、対象 カードごとにご利用金額などに応じたポイント付与率になりますということで、10月10日、まあ、11月1日、買い付け分以降はですね、今までね、この SBI 証券のクレカ積み立て、三井住友カードのクレカ積み立てに関しては、特にね、条件がなく、クレジットカードで積み立てすれば、パーセンテージのポイントがもらえるっていうふうになってたわけなんですけども、 11月1日以降の買い付け分に関してはえ、対象カードごとのご利用金額に応じてえ、ポイント付与に変わるって言った形になるんですよね。しかも、このカード、 ごとのね、利用金額に、三井住友カードの投資信託の積立分はえ含みませんというふうになりますので、普段ね、利用する金額がえ超えていただくとパーセンテージがもらえるっていう感じに変更になります。で、気になるポイント付与率、11月の1日以降のね、えポイント付与率なんですけどもえ、まずですね、プラチナプリファードとえオリーブの プラチナプリファード。最大3%還元になります。で、えー、次に、えー、プラチナプリファードじゃない、あの、年会費5万円ぐらいするね。結構高い、えー、村三井住友のプラチナカードですね。こちらが2%還元。で、オリーブのフレキシプルペイゴールドが1%還元。で、三井住友カードの、えー、ナンバーレスのゴールドとかが 1%, 1還元。まあ、あこちらね、対象カードいろいろありますけどもね、各人でチェックしていただければなと思うんですが。で、またね、それ以外のナンバーレスの一般とかは最大0.5%還元ということで、まあ、こういった形になるんですよね。今まではプラチナプリファードね、5%還元だったんですけども、今後は最大3%還元。2024年11月の1日以降はね、こちらになります。ゴールドは、えー、こちらですね。で、一般カードはこちらっていうふうになります。で、ポイント付与のね、条件なんですけども、 もうちょっと私の方でねえ条件まとめさせていただきました。それではですねこちらがまとめた表になりまして。 今から10月1日までの買い付け分に関しては今まで通りっていうふうになりましてしかもね10万円まで引き上げされるっていうふうになりますんで三井住友プラチナプリファード持っている方に関しては5%還元で10万円もね利用することができるっていうふうになりますんで10月1日買い付け分まではね毎月5000ポイントもらえるっていうふうになりますんでこれめちゃくちゃすごいですよねちょっと前回の表ね今まで年間でポイントを出してたんですけども年内でねポイント付与率 変わりますんでこの表だけちょっとねこう月間にさせていただいておりますでこちらもね月間の獲得マイルに移行した場合のねあのマイル数になっておりますんでこの点だけはね注意してくださいまあそれでもですねひとまず10月1日買い付け分まではねえ三井住友プラチナプリファードね5%還元で取れるっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃすごいですよね ま、これがね、今回の発表ですごいいいところっていうところですかね。で、次から、えー、悪くなる話ですね。ま、あちょっと悪くなるっていうとあれかもしれないんですけども、三井住友カードのナンバーレスカードで、えー、利用する場合ですね、最大0.5%還元になります。10万円積み立てて0.5%なので、えー、月額500ポイントがね、えー、毎月もらえます。まあ、あ AN ANA マイルジャルマイルに交換した時ということで、まあ、こういった形になるわけなんですけども、えー、条件がね、こちらになります。まず初年 年度はご利用条件なしで0.5％還元が利用することができるっていうふうになります。で、2年目以降ですね、前年10万円以上で利用していただくと0.5％が維持できるっていうふうになります。で、前年ね10万円未満で。ね、 え、ご利用の方は0%ということで、まあ、今後ね、ナンバーレスとかで、え、積み立てしている方に関しては、まあ、年間10万円ね、利用していただかないとですね、初年度はいいんですけどね、え、利用していただかないと、このね、0.5%取れなくなるっていうふうになりますんで、まあ、この点はね、注意していただきたいなと思います。まあ、いずれにしてもね、メインカードで利用されている方は、まあ、10万円いかないってことはね、まあ、まず考えられないので、まあ、ここは大丈夫かなと思うんですけども、一応ね、こういった、え、利用額の設定が、ね ね条件が入りましたので、この点ご注意ください。それでは次にゴールドカードですね。ナンバーレスのゴールドとか、オリクシブルペイのゴールドとかね、まあ、その他多数ありますけども、こちらですね、ちょっと分かりづらくなっておりまして、まずね、上限は、まあ先ほど一緒10万円になって、最大、あごめんなさい、最大が抜けてますね。 最大1%還元で、月間ね10万円の1%なんで、1000ポイントが取れてっていう感じで、こちらは先ほどと一緒なんですけれども、このね、ゴールドカードの方はですね、A パターンと B パターン、いずれかを条件達成すると、このね、パーセンテージが維持することができるっていうふうになるんですよね。ですので、こちらはね、注意が必要で、まずね、A パターンの方ですね、カード初年度は、三井住友カード積立投資の 積立額1%相当を V ポイント毎月付与いたします。ご利用額の翌月10日頃、2年目以降は年間のカードご利用額に応じてポイント付与率が変わりますということで1年目に関しては先ほどと同様ですねご利用金額の上限がございません。普通にね、 え、積み立てていただければ1、1%ね、取れるっていう風になるわけなんですけども、2年目以降はカードのご利用額に応じてポイント付与率が変わりますということで、こちらですね、条件及び特典ということで、初年度は先ほどと言った通り、何もしなくても積み立てたりすれば1%が取れます。で、2年目以降ですね、前年100万円以上の利用で1%還元。 ま、前年10万円以上の利用で0.75%還元。前年10万円未満のご利用で0%還元ということで、ま、こちらもですね、年間のね、利用額に応じて2年目以降ね、還元率が変わるっていうふうになります。まあ、このね、 ナンバーレスのゴールドとか、え、プレイ、オリキシブルペイのゴールドとかね、ま100万円修行ね、されている方、え、毎年ね、プラス1万ポイントがね、もらえますので、まあ、利用しないっていう人多分いないと思いますんで、全然利用されてないっていう方はね、あの、きつい感じになりますけども、まあ、基本的にね、100万以上利用して1万ポイントボーナスポイントね、取ってる方だ、だほとんどだと思いますので、まあ、こちらの条件達成できるんでね、まあ、問題はないのかなっていうところですけども、 どうでしょうかね。もしかしたら全然使わないっていう方もね、中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ全然何にも使わないとですね、還元取れないっていう風になりますんでね。この点は注意ですね。これが A パターンですね。で、B パターンもありまして、カード入会席が2023年9月30日、去年の9月30日以前のカードを 保有する会員ということで、まあ、こちらになっておりまして、カード利用期間が2023年10月1日から2024年9月30日ということで、去年の10月1日から2024年の9月の30日までに、ご利用期間に100万円以上のご利用で、三井住友カード積立投資のポイント付与率1%還元。 え、カード利用期間に10万円以上の利用で0.7%か、0.75%還元ということで、まあどっちかね、まあ達成できているのではないかと思いますので、まあ一応ね、こういった感じで A パターン、B パターンね、このゴールドカードに関しては設定されているっていうふうになりますんで、まあ皆さんね、 え、こちらご自身でね、チェックしていただいて、え、利用ね、していただければなと思います。まあ、全くね、利用されてないとね、ゼロパーンになるところはね、注意が必要かと思うんですけども、まあ、皆さん100万円使用ね、まあ、先日キャッシュとかね、あの、バンドルカードとかのね、話もありましたけども、やっぱり、使用されている方ね、多いと思いますので、まあ、そこまで問題ではないのではないかと思っております。 それでは次に、オリーブフレキシブルペイプラチナプリファードと、えー、三井住友カードプラチナプリファードですね。まあ一番皆さんがね、注目している部分ではないのかなと思うんですけども、えー、こちらがですね、3%還元。こちらも、すいません、最大ですね。最大3%還元っていうふうになります。で、10万円でね、3%なんで、最大取れる方は毎月3000ポイント。A 年マイルにして、えー、毎月2100マイル。えー ジャルマイにして、したら、えー、1500マイルがね、獲得することができるっていうふうになります。ですので、毎月10万円最大3%取れる人は、えー、3万6000ポイントがね、獲得することができるっていうふうになりますんで、条件達成できる方はね、はい、年会費ね、賄えてしまうっていうふうになるんですよね。これはすごいですよね。ですので、利用額がね、達成できる方に関しては、 三井住友プラチナプリファードね、年会費考えなくていいっていうふうにね、えー、言えてしまいますんで、これはすごいですよね。で、気になる条件なんですけども、まずね、一番上の3%還元になるには、年間500万円以上の利用で3%還元っていうふうになります。いや、500万ですね。 はい、ちょっとこれで、ね、残念だなと思うんですけども、このプラチナプリファードって、まあ、100万円ごとにね、ボーナスポイントがもらえるじゃないですか。ですので、100万円から400万円に関しては、まい、あの、100万円ごとにね、えー 一万ポイントがもらえるっていう風になりますんで、なんでここをね、400万円にしてくれなかったのかなってちょっと思うんですよね。だから400万円から500万円に関してはですね、あの、ボーナスポイントがありませんので、まあ、ちょっとここで400万円だったらね、非常に良かったわけなんですけども、まあ、年間500万円以上利用していただくと、まあ、3%還元がね、利用することができるっていう風になるんですよね。で、またね、下に書いてありますけども、条件に達成、達成によるアップ分はプラス2%ということで、こちらね、何に ももしなくても1%は取れるんですよね1が取れて3 500万円以上達成するとプラス2%で最大3%還元というふうになります。で下にねそれが書いてあるわけなんですけども1%分はカードご利用金額にかかわらず積立投資の抑惑月の10日頃に付与されます。条件達成によるアップ プラス2%は条件1を達成した場合に限りカード入会時期の翌々月末ゴールに継続特典として付与。カード入会した翌月、カード入会した翌月は付与されませんということで、まあこういった形になってるんですよね。で、300万円以上のご利用で2%、通常の何もしない分の1%とポイントアップ分が え、利用金額達成分が1%で2%還元っていうふうになります。で、300万円ね、年間300万未満の方は、カードご利用に関わらず1、1%還元っていうふうになりますんで、ま、あこのね、三井住友プラチナプリファード、オリックーチプルベイプラチナプリファードに関しては、まあ、年間のね、利用額に応じて、パーセンテージが変わるです。500万円以上利用される方は3、3%還元がね、利用することができるっていうふうになりますんで、ま、あ年間500万円以上ね、利用で できる方に関してはもう年会費をね気にしないで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これはねいいのかなと思うんですけれども、ちょっとね利用額はねかなり高いですよね。はいということで今回ですね、とうとうね三井住友カードのクレカ積み立てポイント 付与率、ね、発表されましたねまあ、ちょっとね、内容は、まあ、プラチェラプリファードで、ね、今までが5%還元で、5万円でね、毎月2500ポイント、えー、取れてたものが、まあ、3%にね、下がってしまいますけども、まあ、この5%還元もね、いつまで続くんだろうなってずっと思っておりましたので、まあ、利用金額の上限が、条件がつくっていうのと、まあ、 3%還元になるのはね、まあしょうがないのかなっていうところですかね。まあ私個人的にはですね、a n m l イル還元率がね、非常に高いクレジットカード、またね、外貨決済。 が3%還元。また、クレカタッチ決済もね、7%以上で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ今後もね、お勧めできるクレジットカードではないかと思いますので、まあ今回ね、ちょっと残念な話になりましたけども、取れるうちはですね、5%で、ね、取っていきましょうね。毎月5000ポイントですかね。めちゃくちゃでかいですよね。ということで今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで P p 診断、マイル診断、マイルクレカ診 ポイントサイト診断ねこちらから無料で利用することができますんでねぜひチェックしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ